こんにちは、食事処さくらです。今日は旬のナスを使って今までに作って特に反響の多かったナスレシピを4つご紹介します。動画が見やすいように一つ一つのレシピはサクッとまとめてありますが、気になったレシピは下の概要欄から詳しい作り方に飛べますので、そちらをチェックしてもらえれば失敗なしですよ。ちょっと新しい試みなので温かい目で見守っていただけると嬉しいです。それでは早速レシピスタート。ナスを生姜で炒めるとそれだけで主役級に美味しくなります。ナスの生姜焼きの作り方。ナスはヘタのギリギリのところまで食べれるんでね、ちょっと硬いところは表面だけピッて取っちゃいましょう。皮目からも味が入るように包丁で切り込みを入れます。これでタレが絡んでしっかり味が馴染むんでね。半分にカットして4等分にすれば OK。 塩砂糖をなじませると余分な水分を抜きながら空気の層が潰れて油を吸いにくくなり、失敗しないナスの炒め物ができるんです。おろし生姜はこれより入れるとナスの味が負けちゃうのでこれぐらいがベスト。ナスの水気は絞らなくて大丈夫ですよ。表面の水気をポンポンと拭き取るような感じで OK です。油を絡めてしっかり皮目を焼くとナスの色が綺麗に保たれるんでね。タレを加えるとき余熱じゃないと一気にタレが蒸発してナスに絡む前にダマになっちゃうので必ず火を止めて、沸騰したらこれをさっと混ぜ合わせれば OK。 私の一番好きなナスの食べ方、たっぷりのご飯とともにどうぞ召し上がれ。ナスはレンジで蒸すだけでジューシーでトロトロに仕上がります。ナス味噌の作り方。今日はナス3本使いますよ。ヘタのギリギリのところには旨味たっぷりなんでね。ナスの持つ水分で蒸し焼きにしてトロトロに仕上げます。その間に味噌だれを仕込んでいきます。ポイントはイノシン酸の鰹節とグルタミン酸の味の素、掛け合わせると7倍ぐらいの旨味になるんです。4分経ったらふにふにになったものから取り出します。プニプニじゃダメです、ふにふにですよ。そしたら熱いのでトングやフォークで一口サイズにカットします。切ってからチンするとこんなにトロトロにはならないんですよ。タレをしっかりなじませるように混ぜ合わせたら最高のナス味噌の出来上がりです。ご飯たっぷりでどうぞ召し上がれ。この夏絶対に作りたいトロットロのおナスと甘辛いタレが最高に美味しいナスの甘辛丼の作り方。今日はナスをかば焼きのようにしたいので縦に4等分にカットします。もし縦に切るのが難しい時は2センチぐらいの幅で斜めに切っても大丈夫です。カットができたナスはボウルに移して塩と砂糖を2つまみずつ全体にしっかりなじませます。なじませたら5分ほど置いて水分を引き出しておきましょう。この一手間でナスが油を吸いにくくなるので失敗しにくくなるんですよ。そうしたら手を洗わずにいけるように先にフライパンに油を用意して弱火にかけておきましょう。粉はたっぷりつけてしっかりと落としてください。しっかり落とさないと全体が油っぽくなっちゃうんでね。そのまま弱火で両面焼き色がつくまで炒めます。焼き色がついたら取り出してフライパンをきれいにしてからタレを加えて、沸騰したらナスを戻してタレを絡めます。あとは熱々のご飯にナスを乗せてトッピングを乗せてどうぞ召し上がれ。たった一手間で味噌炒めが10倍美味しくなります。豚ナスピーマンの作り方。ナスを縦半分にカットしてから味が馴染みやすくなるように切り込みを入れて塩と砂糖でアク抜きをします。たったこれだけでナスが油を吸いにくくなってくれるんでね。ピーマンと豚バラ肉は一口サイズにカットすれば OK。 味噌だれは最後にさっと合わせるだけなのでここでしっかりと溶いておいてください。具が抜けたナスはしっかりペーパーで水分を拭き取っておきましょう。最初にお肉から炒めます。豚バラ肉は煮ても硬くならないですが炒めすぎると硬くなるのでさっとで OK。 少し油を加えて皮目を下にして最初に2分じっくり火を通します。2分経ったらピーマンを加えてさらに2分ほど混ぜながら炒めますよ。最後にお肉を戻してから空いたスペースにタレを入れてしっかり沸騰させます。これをさっと絡めれば最高の味噌炒めの完成。めちゃめちゃご飯が進みますよ。どうぞ召し上がれ。いかがでしたでしょうか。ナスってとってもジューシーで美味しいんですけど、ナスの中身がスポンジ状になってるので油を吸いやすくてちょっと失敗しやすいんですよね。でもそこで一手間、ナスを塩もみすることでナスが油を吸いにくくなって失敗しないんでね。この調理法ぜひ試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。食事処さくらでした。バイバーイ。